日本近畿地方大阪府大阪市中央区、在木町在木町は、大阪府大阪市中央区の町名。定番を持たない、単独町名である。大阪市中央区の中央部に位置。北は、能人橋。南は、松山町住吉。東は、松山町筋を挟んで泉町。西は、阪神高速1号環状線の高架下を流れる、東横堀川を挟んで、 北九法事長とそれぞれ接する。地名はかつて材木省の町であったことに由来する。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 大阪府大阪市中央区の町邸、ア一覧、人口統計ラボ、2019年10月4日閲覧、AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧、材木町の郵便番号、日本郵便、2019年8月15日閲覧、市外局番の一覧、総務省、 2019年6月24日閲覧。中央区長名一覧。大阪市。2021年1月4日閲覧。大阪府大阪市中央区在木町ヤフー地図。2018年9月21日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長。あざと。総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、アザトウ。総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、アザトウ。総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。ありがとうございます。